うございます。おにぎりとおかんのおにぎりです。今日は6月30日おにぎりのねキックボクシングの試合の日ということで動画を回していこうと思います。よろしくお願いします。とりあえず顔洗って歯磨きます。あ、そう、先日リフォームしたうちの風呂がこちらです。めっちゃ綺麗になった。すごい、こんな感じ。朝は水だけです。洗顔、化粧水だけ振ります。無印の導入化粧液バルクを続いて、ジャバジャバに使った方がいいって聞くよね。朝ごはん食べます。おはよう。おはようございます。本日です。何のがや一日密着になります。僕の、私が、僕の朝ごはん、ゆで卵作ってます。米ある？米もあるよ。普通にご飯食べます。ヨーグルトも買ってきました、はい、ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。はい、はい、朝飯はご飯と梅干しと納豆とゆで卵です。あっ、あっ、おはようございました。というわけで歯磨きます。歯はね、ちゃんと磨いた方がいいよ。当たり前やけど。はい、というわけで、はい、会場の神戸王子公園スポ王子スポーツセンターに向かいたいと思います、はい、もちろん運転はおかんです。もちろん私です。どうですか、息子が戦いに行く心境は。めっちゃいいよ。めっちゃ怖いね。なんでやねん。実はだってほら、知ってる人ばっかりやんか。そらそや、そらそや。おにぎり、ポンちゃん、ルンバ、村井さん、その辺なんか、あー怖っ。内川もやろ、だから全員、まあこっちの、何こっちのチームは、中里さんとこの自分の人は、うん、私全部知ってる人やん。そらそやな、うん、あー怖っ。ドキドキしてます。もう今日のためにね、僕体重5キロも落としましたから。ね、私も頑張ろう。やればできんねん、俺。やったらできる子やねん。でもずっとやらへんねん。応援の力をよろしくお願いします。あなたの力にして、はい、というわけでおかんの運転で、はい、神戸市立王子スポーツセンターへ向かいますけれども、はい、安全運転で行きます。おかんだってさ、ボクシング世代やろ。そうそうそう、だからさ、キックボクシングじゃなくてな、 めっちゃ好きやねん。その見に行ったり、うん、あんまり青やで、うん、やけど、うん、知ってる人は怖いわ。え、例えば選手で言うたら どの辺の世代なの、おかんの方。あー、あの、おとんの方な。あー、おとんの、そう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 、カズトじゃなくて、そうそうそう、あの、おとんの方やな。あ、いおかとか、あと渡辺、知らん、逮捕されはったんちゃうかな、あの人。知らんけど。というわけで到着します。王子公園スポーツセンターに到着いたしました、はい、ちょっと皆さんと合流しましょう、はい、そしたら、はい、こちらが王子スポーツセンターでございます。ここがそうな、体育館、うん、入ってんのかな。ここ中に体育館あんねやろ、多分。こんな感じやね。まぁ、あ、ちょっと行きましょうか、はい、さあ、会場に到着いたしました。おはようございます。今日よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。今日は頑張りましょう、村井さん。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張りましょう、ポンさん、今日は。今日は慶応で勝つ、慶応です。よろしくお願いします。ちょっと中迫先生にご挨拶しましょう。かっこいいで、おっちゃん。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。中迫さんです。中迫さんです。かっこいいやろ。いつも。あんたらみんな鼻くそに見えてくる、中迫さん見とったら。頑張りましょう。頑張ります。ありがとうございます。一緒に戦うルンバです。はい。もう祝杯あげ終わってます。はるばるなんと東京から新六さんが応援しに来てくれました。やってまいりました。ありがとうございます、新六さん。ありがとうございます。声はちょっとずつ回復しております。ただいま生産中の新六でございます。まだ終わってない、ね、その説はありがとうございました。全体の 40% とか、はい、あと6割頑張ってもらいます。こんなに長いとは思わず、ありがとうございます。本当にありがとうございます。今日はわざわざありがとうございます。こちらこそでございます。頑張って勝ちます。はい、あ、もう勝つことは決まって、頑張って勝ちます、はい、あ、もう母からのプレッシャーです。言霊です。あの、全員勝っていうのを言ってるんで、ほな、楽しみにしておいてください。はい、頑張る、応援していきます。ありがとうございます。
違うの違う、アップでした。だからお夏が誰よりも体仕上がってんのめっちゃおもろい。まあね。あいつすごい、あいつあいつすごい。減点2になると即失格、反則負けというふうになります。よろしくお願いします。一発でいい。ただいまの試合、また松井秀喜選手の勝利です。お疲れ。いや、始まって。はい、哲也選手、白、大石、中野選手。
他の人より試合時間が長いと思うの私って。それはその通り、その通りやな。頼むわ。もうはい、選手中央に。あ、赤の後ろの。はい、それでは、判定を取ります。はい、判定。誰が一番？誰が一番？熱っ。山崎健人です。今日は応援ありがとうございました。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。先方で負けてしまってすみません。次も頑張りましょう。頑張りましょう。みんなで次も勝ちましょう。はい。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっと次引き直してまた。次絶対勝ちましょう。はい、また練習しましょう。お願いします。ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。というわけで、無事終わりました。負けました。ね。負けました。まあちょっと次は勝ちます。まだすんの？試合いつになるか分からへんけど、もうええわ。この後みんなで打ち上げですので、打ち上げですので、はい、とりあえず一回シャワー浴びたいやん。そうですね。応援いただいた皆さんありがとうございました。おにぎりの今後の戦いにご期待ください。ほな、また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ。チャンネル登録してね。バイバイ。はい、というわけで、動画を見ていただいてありがとうございました。試合から2日後、今はですね、7月の2日の、5時40分です。ちょっと試合終わった後ね、疲れとアドレナリンと、全然頭回ってなかったんで、ちゃんとした挨拶もできなかったんで、ここで改めまして、皆さんに挨拶をしたいと思います。応援してくれた皆さん、ありがとうございました。申し訳ないんですけどもね、ちょっと負けちゃったんですけど、12月の8日に次もう一回試合があるということで、そこに向けてね、早速もう練習をしていこうと思ってます。なんで、ね、次は絶対勝ちますんで、ぜひとも今後ともおにぎりのキックボクシング応援よろしくお願いします。で、一緒にね、戦ってくれたマッシュのチームのメンバーの皆さん、あと内川とね、今回マッシュ組というか中迫組は一勝しかできなかったんで、次はね、もっともっと勝って全勝できるように皆さんでちょっと頑張りたいなと思ってます。去年の11月から教えてくださった中迫さん、本当にありがとうございました。せっかく教えていただいたのに結果がね、伴わなくて非常に申し訳ないなと思ってるので、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。この大会を、企画してくださった、ゴーダファクトリーの、ゴーダさん、いろいろとアドバイスありがとうございました。次回も、皆さんのね、神戸組の胸を借りるつもりで出場したいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。あと最後に、試合の後ご挨拶できなかったんで、この場を借りてご挨拶させてください。僕と戦ってくれた前田さん、本当にありがとうございました。楽しかったし勉強になる戦いでした。ただですね、ちょっと聞いたんですけど、打ち上げで郷田さんに聞いたんですけど、この試合でなんかキックボクシングをやめると。勝ち逃げは良くないんじゃないですか、やっぱり。12月8日僕出ますんで、同じぐらいの体重かもうちょっと落としたぐらいで出ますんで、ちょっともしご都合つくようでしたらリベンジマッチをさせていただきたいので、やっていただけると非常に嬉しいなと思います。次はねリベンジしますんで、よろしくお願いします。はい、というわけでこの辺で今日の動画本当に終わりにしたいと思います。改めまして、応援してくれた全ての皆さんありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバイ。